ヘキサナールは、斎上脂肪属アルデヒドの一種で、化学式 c 6 a 一1 2 o で表される。ヘキシルアルデヒドや、カプロンアルデヒドとも呼ばれ、大豆や草などの青臭さの原因物質である。脂肪酸の酸化により生じる。大豆を例にとると、リノール酸が、リポキシゲナーゼによって、リノール酸13、ヒドロペルオキシドに変換され、ヒドロペルオキシドリアーゼによって、 N ヘキサナールとなる。さらに N ヘキサナールは、アルデヒドデヒドロゲナーゼにより、カプロン酸へと変換する。リンゴジュースやオレンジジュース、オリーブオイルなどでも生じることがある。食品では不回収となるため発生を抑えることが望ましく、リポキシゲナーゼを吸着除去したり煮沸して失活させるなどの対策が取られる。 工業的には一ペンテンをヒドロホルミル化してヘキサノールを得、さらに水素化して過素剤原料の1、ヘキサノールを製造することがある。食品に要工量や健在の防腐剤として使用される。酸化されやすく、わずかな酸の存在下で重合しやすい傾向がある。吸入や皮膚からの吸収により健康に被害を生じる。目、呼吸器、皮膚に刺激性がある。 消防法に定める、第四類危険物、第二国有類に該当する。ありがとうございます。